はい、おはようございます、あんこです。今回実況するゲームは、狼絶景版ですね。こちら HD リマスター版となっておりまして、一番初めの、狼は、PS2 版で出されてました。私も PS2 版、初代のものを、初代であってるのかな?初代のものをもう何周もプレイしてるんですけれども、まあ何回もプレイしてるぐらい、したくなるぐらい面白いゲームで、大好きなんですけど、始めちゃった。今回ちょっと絶景版をやる機会があったので、どれだけ綺麗になっているのかなという感じでやってみようかなと思います。ここから先、ちょっと長いムービーが入るので、しばらく黙ってまーす。どうしましょう。読んだ方がいいですかね。いや、やめときます。ちょっと雰囲気壊しちゃいそうなんで。Meow, meow, meow.
いや、来ましたね。いや、綺麗だな。やっぱ全然違う。続編出てほしいですよね。これの、続編になるのかな ?DS 版もやったんですけど、あれもあれで可愛かったです。バカバカしい。どうせそんなものは作り話に決まっておる。この抜いた瞬間に出てくる感じ。あ、バイブすごい。私プレステ系のゲームをするのが久しぶりでこんなにあれでしたっけ、バイブ激しかったでしたっけ。びっくりしちゃったよ。闇の世界を欲す、その誓いの言葉を今こそ我に報ずるのだ。地味に頭ぶつけて痛がってるのも可愛いですね。
やー超セクシー。どうしてこのようなことに。ともかくことは一刻を争います。100年余り、我が身を尽くして、前より守りし、この神の器。ついに主のもとへと返す時が来ました。いざ、アマテル神よ。今こそその力で、惰性をあまねく照らし、我に神明のお導きを授けたまえ。フォン！あ、かっこいいな。そしてかわいいな。オオカミアマテラス。おお、その汚れなき純白のご法要はまさた、ああ。我らが呪文に増します、アマテラスオオミカミ。この PS2 版ってこの名前のところに顔出てましたっけ？忘れちゃったな。救いたもったその威風、いささかも変わりありません。石像に身を移して時を経ながら、よくぞお戻りになりました。ぐす。かわいい。話聞きなよ、アマテラス。ともかくアマテラスオミカミ。この竹に狂う雲の様をご覧遊ばれよ。遊ばされよ。あなたがお隠れになった後も世にはもののけがはびこり、この緑美しき国、中津国を乱しておりました。しかれどもこれほど不吉なありさまは見たことがありません。もう、わいせつ物陳列罪で捕まるよ。お尻出てるよ。ん？おや、これは何ぞ。急に懐がこそばよく。ほっ。うわ、めっちゃかわいい。めっちゃプルンプルンしてた。来ましたわー。もう、彼がいないと始まりませんからね、狼は。大した体でもねえのにギャーギャー騒ぎやがって。クソ難しい話してるから面白くしてやったんだろ。これ玉虫や。お前また。また。かわいいナイス。言っちゃった。オイラーで、一寸様だ。さすらいねえし、一寸。そのマナコを開いて、オイラの名刺をとくと拝みな。いや、彼がいいキャラしてるんですよ。これもこれで綺麗だと思いますけどね。私は本物の方が可愛いと思います。いや、可愛い。どこかで見覚えがあるよ。まさしく。食べちゃった。この野郎、ヤマトオノコをよだれてベトベトにしやがったな。おのれ、この一寸様を舐める奴は許さねえ。舐めてます。こうなったら、オイラの獲物、名刀、電光丸で。なんだ、あの鳴き声は。それによく見りゃ、夜みたいに真っ暗じゃねえか。気づくの遅いですね。おお、村の駅として生ける魂を我が果実のうちに守りたれば、これを切り落とし村を蘇らせたまえ。狼たるあなたなら必ずや正しき道を見出し、その神業で天地万有を生々回復したもうことでしょう。魂を果実の中に守ったとか。そうなんです。彼はこの物語の案内役なんですよ。
すごく丁寧なんですよね、このゲーム。一からすごく。で、ついにプレイ、操作できるようになりました、我らが。天使、アマコ。で、アヌミを取るために、今からちょっとチュートリアルをやりに行くんですけど、私がやる実況ではネタバレを趣旨というか、ゲーム実況ではあるんですけど、できるだけネタバレはしたくないので、結構カットを使うことが多くなると思います。で、チュートリアルのところも物語に関係して重要なところは取るんですけど、基本はカットしようかなって思ってます。で、一応何周もしてるんで、ある程度は覚えてると思うんですけど、なんせやるのが久しぶりなもので、忘れてることも多いと思うので、まあ、そこら辺は、温かく見守ってくれればと思います。そう、こんな感じで、リッスンはメタ発言をしてくれます。アマコの顔めっちゃ可愛いですよね。私、猫派なんですけど、アマコは大好きです。素晴らしい。こんなことまで言ってくれたっけな、忘れちゃったよ。ということですので、今回は一回ここでセーブして区切りたいと思います。ほとんど動画じゃないや、ムービーだけになってしまいましたが、まあ初回ということでパート1なのでどうしようもないかなと思います。今後はカットも挟みつつサクサクいけたらなぁと。で、一応本編をメインにというか、本編にだけに沿って進めていって、例えばやり込み要素的な部分はやらないでいきたいと思います。物語に関係する部分だけやっていく感じで。はい、中途半端に中断しましたが、とりあえずここで終了ということで、またすぐ撮り始めますのでよろしくお願いします。あれ、私自己紹介しましたっけ。実況はあんこでした。続きもよろしくお願いします。失礼します。